皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。見えておりますでしょうか。見えていますか。見えていたらコメントで教えてください。こんばんは。こんばんは。あ、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひコメントをお願いいたします。ちょっとコメント時差があるので少し待ちましょうか。はい、あ、でもたくさん皆さんいいねくださってありがとうございます。あ、こんばんは。はい。見えていますね。あ、見えてますよ。ありがとうございます。コメントありがとうございます。では始めていきましょうか。はい。改めまして皆様こんばんは。こんばんは。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日担当するのは資生堂ビューティーコンサルタントのタマと伊達です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日も感染対策、はい、バッチリで、はい、お届けいたします。皆さん今年もお家にいる時間が多いと思いますので、今回のライブでも美容情報をたくさんお届けしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。はい、本日は私プラスとインスタグラム、ツイッターの3つのカメラで配信してまいります。はい、3台の配信になりますので見にくいこともあるかと思うんですけれど、メイン、見にくい時はすいません、コメントで教えていただければと思います。はい、メインの配信がこちらの私プラスの配信となりますので、皆さん私プラスのログインはお済みでしょうか。ぜひ私プラス会員の方はその場でご購入いただけるライブショッピングとなっておりまして、こちらの左上にご案内している商品が表示されますので、画像をタップしていただくとすぐにご購入いただけます。私プラス会員の方はぜひログインしていただいてからご視聴ください。でインスタグラムの方は、プロフィールの URL から飛べるようになっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、後ほどこのライブをご覧いただいている方限定のクーポンのご案内もしていきますので、楽しみにご覧ください。で商品に関する質問ですとか、あとは私たちに聞いてみたいことなどがあればコメントにてお待ちしております。はい、私たちも見ての通りと言いますか、はい、緊張をしておりますので、はい、すごくドキドキしております。はい、皆さんにコメントをいただけると、はい、本当にライブがすごく盛り上がりますので、皆さん気になることがあればどしどしコメントにてお待ちしております。はい、たくさんコメントをお願いいたします。はい、ありがとうございます。では早速ですが本日のテーマをお願いいたします。はい、はい、ではこちらですね、皆様見えますでしょうか。見えますかね。はい、本日のテーマが憂鬱な梅雨こそ自分だけのカラーで気分を上げるおすすめアイテムのご紹介です。で皆様突然なんですけれども、パーソナルカラーってご存知でしょうか。パーソナルカラーがですね、はい、こちらですね、見せしますね。見えますでしょうか。はい、こちらですね。パーソナルカラーとは肌、髪、瞳の色などご自身が生まれ持った色素をもとにして、その色素と調和の取れる色、似合う色のことを指しております。パーソナルカラーをメイクに取り入れると肌や顔色を美しく見せることができるんです。でさらに一般的にこちら、すみません、見えますでしょうか。こちら黄身を含んだような色味を感じ、温かみのある印象の場合はイエローベースで、逆にこちらですね、青みを含んだような色味を感じクールな印象の場合はブルーベースと分けられます。でご自身がどのタイプかわからない方にはパーソナルカラー診断がおすすめです。でコメント欄のところにURL ございますので、こちらから簡単にご自身のタイプ分かりますので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、パーソナルカラー知りたいっていうコメントいっぱい来てますね。はい、ありがとうございます。はい、新しいアイカラーも気になるということで、うん、後ほどご紹介していきますね。はい、店頭でもよく最近イエベブルベって聞きますよね。はい、そうですね、結構いらっしゃる方お話の中でも増えておりますので、ぜひチェックを皆様やってみてください。はい、
どうでしょうか皆様、はい、ピーちゃんさん、イエベ秋でしたというコメントで、実は私も先ほど改めてやってみたんですけれど、同じあのイエベの秋でした。ちなみに、はい、私はブルベだったんですが、じゃあもう逆の、はい、カラーですね、うん、ブルベのこと、あ、私ウィンターでしたっていうコメントが来てますね、はい、あ、結構ブルベの方も多いんですね。はい、皆様コメントありがとうございます。で、今回はパーソナルカラーをもとにイエベブルベで仕上げるアイテムをご紹介していきます。はい、で今ちょうど梅雨の時期に入ったと思うんですけれども、はい、やっぱり梅雨の時期になりますと、はい、服装ですとか、あとは湿気で髪型を気にして、ね、はい、選ばないといけないので、はい、せめてメイキャップだけは思いっきり楽しみたいですよね、はい、でこんな気分が下がりやすい梅雨の時期でもテンションが上がるカラーメイクのアイテムを本日は紹介していきたいと思います、はい、でもマスク生活が当たり前になっていますので、今回は目元にフォーカスして商品をご紹介してまいります。はい、では始めていきますね。で今回は、こちらですね、ちょっとアップでお見せしますね。見えますでしょうか。もうちょっといいですかね。はい、こちらですね、6月1日に発売の新製品を使ってご案内していきます。先ほどもあのコメントいただいてたんですが、ブランド資生堂から発売されましたポップパウダージェルアイシャドウです。でこちらカラーバリエーションが豊富で16色展開となっておりまして、質感も3つあるんです。でマット、シマー、スパークルからお選びいただけまして、なりたい雰囲気によってカラー、質感を楽しんでいただけます。はいはい、さらに今回のアイシャドウはパウダーとジェルが融合された新感覚のアイシャドウなんですよね、はい。でこれから夏の季節、やっぱり汗ですとかマスクの蒸れで崩れやすくなると思うんですが、ピタッと肌に密着するのでウォータープルーフ処方タイプなので、これからの季節すごくおすすめですよね、はい、すごい嬉しいですよね、はい、で今日はパーソナルカラーを元にメイクというところで、まずはブルベの伊達ちゃん、はい、はい、お願いいたします。はい、では見やすいようにカメラアップでお届けしていきますので少々お待ちください。はい、新色いっぱいというコメントをいただいてますね、はい、これからたくさんカラー使っていきますので、ぜひぜひ見てみてください。はい、皆様見えますでしょうか。それぞれ私プラスからご覧いただいている方大丈夫そうですかね。インスタグラム、はい、大丈夫そうですね。はい、はい、じゃあ早速私ブルベ担当の伊達ですね、こちら分かりやすくさせていただいております。では私が使っていく商品をまずご紹介していきます。今回私は2色使っていくんですけれども、こちらですね、見えますでしょうか。はい、でまずこちらのお色味、7番のお色味でシャリシャリシルバーというお色味を上まぶたにつけていきます。見えてますかね、ツイッターの方で。はい、で続いて2色目が下まぶたに使っていくお色味になっておりまして、11番のワクワクピンクというお色味ですね。ツイッターの方にも、はい、こちらの2色を使っていきます。ではまずシャリシャリシルバーの11番から使っていきます。でこちらは、淡く色を出していきたいので、資生堂のこちらの斜め筆という筆を使ってつけていきます。こちらもすごい人気のブラシですよね。はい、ブラシですね。ちょっとこう斜めにカットされてるブラシになっております。では名前も可愛いというコメントが、可愛いですよね、はい、一個一個名前が可愛いアイシャドウになっております。はい、つけていきます、はい、最初に、上まぶたですね、黒目の上あたりにポンと置いていただいて、同じく左右にもポンポンと置いていただいたら、あの車のワイパーあると思うんですけれども、のワイパーのように左右に伸び広げながらアイホール全体に伸ばしていきます。こちらのシルバー皆さん分かりますかね、はい、ブラシを使うとこのように繊細に色が出ますのでおすすめです。丸代さんから発色いいですね。あ、発色いいですよね、はい、ありがとうございます。で続きまして下まぶた、こちらのピンクのお色味使っていきます。で続いて使うブラシがこちらの
新製品のブラシになっておりまして、半円筆という筆になるんですけれども、こちら新商品で今一部店舗で大変人気で品切れているんですけれども、今回おすすめなのでご紹介させていただいております。でこちらの方が先ほどの斜め筆に比べて色がしっかり発色しますね。でちょっと笑っていただくとこんな感じで下まぶたがぷくっとするところがあると思うんですけれども、こちらにピンクのお色味入れていきます。で目尻の方から先ほどのワイパー塗りと同じ動作で大丈夫なので、こんな感じでつけていきます。で今年は下まぶたにカラーのものを入れるのがトレンドになっておりますので、ちょっとこう幅広めに大胆に入れていただくのが綺麗かと思います。皆さん色見えておりますか？ピンクの発色もいいですね。はい、かわいいですよね。でこちらのカラー2色、シルバーとピンクがあるんですけれども、質感がそれぞれございまして、ちょっと皆様に見やすいようにスウォッチしながら質感見ていきますね。まずシルバーのシャリシャリシルバーの方が、スパークルというキラキラ感がすごくあるお色味になっております。見えますか？見えてますかね、はい、あ、シルバーかわいいっていうコメント、はい、ありがとうございます。組み合わせもすごい意外というところで、はい、この組み合わせもクールな感じと可愛らしい感じの組み合わせで、よりおしゃれ感を出していただける組み合わせになっております。はい、はい、で続きまして、下まぶたに入れたピンクのワクワクピンクのお色味ですね。見えますかね。でこちら見て分かる通り、上の、シャリシャリシルバーはスパークルですごくラメ感がある質感になるんですが、ワクワクピンクの方はマットタイプになっておりますので、カラーの組み合わせの楽しみだけではなくて、質感をちょっと変えてまぶたで、上と下で分けて質感を楽しんでいただくのもこのアイシャドウの良さになりますので、ぜひ好きな質感を選んでアイメイク楽しんでいただきたいです。ましたかね。では私反対側も同じように仕上げていきます。はい、で先ほど下まぶたに入れたことないですがチャレンジしてみたくなりましたというところで、今年ぜひ下まぶたにカラーを取り入れていただきますと、より今年らしさも出てまいりますので、ぜひぜひこの方法も試してみてください。はい、コメントをたくさんありがとうございます。キラッキラですねということで、はい、キラキラ、はい、夏に本当にきらめきもぴったりですよね。ありがとうございます。他の色も見てみたいですとか、意外な2色ということでカラーのコメントもいただいてるんですけれども、はい、はい、後ほどイエベのカラーですとかご案内いたしますので、ぜひその最後までご覧ください。はい、はい、仕上がりました、はい、一度皆様に見ていただきたいので近づきますね。どうでしょうか、わかりますかね。見えておりますでしょうか、はい、夏すごい活躍しそうですね、はい、ということで今年の夏こういった明るいカラーもすごいおすすめですよね。はい、でさらに今私事前に、マイクロライナーインクといって、こちら新製品になるんですけれども、マイクロライナーインク07番のグレーの色味をちょっとアイライナーで使わせていただいております。こちらのお色味なんですけれども、黒の引き締め効果も程よくありつつ、ブラウンのこう柔らかい雰囲気も持ち合わせているお色味になりますので、すごく抜け感が出ておしゃれなお色味になっております。皆様にお色味分かりやすく見ていただきたいので、ちょっと目尻の方に足させていただきます。はい、アイシャドウキラキラこの飛びしないですかとコメントいただいてるんですけれども、今回のアイカラーなんですが、パウダーとジェルが融合している新感覚のアイシャドウでピタッと肌に密着いたしますので、長時間色持ちもキープしてくれます。くすみやすい私にはいいかもというコメントも、はい、ぜひ使っていただきたいです。で先ほどパーソナルカラー診断の URL つながらなかった方は、資生堂パーソナルカラー診断で検索していただきますと同じページに行けますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、では今引かせていただいて完成になります。ちょっと近づきますね。
グレー気になりますっていう声もありがとうございます、皆さん目元でグレーのお色味わかりますかね。ちょっとあのお色味さらにわかりやすいようにちょっと引いていきますね、こんな感じの黒よりも優しいお色味になっております。今日私がつけたあのシルバーとピンクともとっても相性のいい色になりますので、ぜひ合わせて使っていただくとおすすめです。はい、ありがとうございます。こちらで完成になります。そうしましたらブルーベメイクが完成いたしましたので、一旦カメラを戻させていただきます。ありがとうございました。レちゃんありがとうございました。はい、皆様たくさんのコメントありがとうございます、商品についてもたくさんコメントいただいてるんですけれども、私プラスからご覧いただいている方、ぜひあのこの辺りにですね、こちらにですね、あの今ご紹介した商品なんですが、出ますかね。はい、出ましたね。こちらですね、あの商品画像ございますので、タップしていただくと詳細ご覧いただけますので、ぜひ見てみてください。はい、はい、でここでこのライブの配信を見ている方限定で、私プラスでご利用いただけるクーポンコードをご案内いたします。お得なクーポンコード、はい、失礼します。はい、こちらです。見えますでしょうか。はい、大丈夫ですかね。はい、でぜひこちらスクリーンショットやメモに残してお控えください。詳細なんですが、私プラスからご覧いただいている方は URL をクリックしてください。でインスタグラムでご覧の方はプロフィールにある URL から私プラスのサイトでご覧ください。またこちらライブの最後にもご案内いたしますので、最後までぜひお楽しみくださいね。で今回のアイシャドウなんですが、やっぱりこれぐらい種類があって、ちょっとどの色使っていいかわからないという方は、あのウェブカウンセリングを実施しておりますので、こちらもご予約をお待ちしております。はい、お待ちしております、はい、では大変お待たせいたしました、はい、イエベの皆様、続いてたまちゃんイエベ担当になりますので、はい、変わらせていただきます。はい、では分かりやすいようにアップでお願いします。はい、皆様見えておりますでしょうか。はい、大丈夫ですかね。はい、ではイエベの皆様お待たせいたしました。始めていきますね。で今回使用していきますのがこちらの2色になります。あ、イエベの方が楽しみに待ってたみたいですね。 ありがとうございます。お待たせしました。ではこちらですね、左側から4番のすべすべベージュと3番のふわふわピーチを使用していきます。ではまず早速こちらですね、4番のすべすべベージュから、あ、失礼しました、使用していきますね。でこちらのカラーなんですが、あのふんわりのせるだけで自然な陰影感、骨格感を出してくれるカラーになりますので、実際につけていきますね。もうすでに可愛い色ってきてます。 ありがとうございます、はい、ぜひ楽しみに見ててください。でこちら先ほども登場いたしました斜め筆を使用していきます。こちらブラシも全体に取って使用していきますね。見えますかね。はい、ではこの際にもうトントンと乗せて、そこからアイホール全体にふんわりとぼかし広げていきます。すごい、このブラシ欲しいっていうコメント来てます。ありがとうございます。すごく使いやすくて肌にもフィットしやすいので、うん、ぜひおすすめのブラシになっております。下まぶたにも使用していきますね。ちょうど私プラスからご覧いただいている方は、今ちょうど右上の方にブラシの詳細出ておりますので、タップしてよければ気になる方はぜひご覧になってください。見えますでしょうか。ちょっともうちょっとつけますね。わかりやすい、もう素敵というお声も来ております。 ありがとうございます。骨格感出ておりますでしょうか。これでお分かりいただけますかね、はい、今回骨格感や陰影感を出していきたいので、こうグッと色を出すよりかは自然にこう分かるように入れていくのがポイントでございます、うん、では
先ほどムルベメイクは色味を取り入れておりましたので、やはりイエベの皆様も色を入れてカラーを入れていきたいので、こちらですね、3番のふわふわピーチを使用していきます。夏らしさとくすみを飛ばしてくれるようなピーチカラーでございます。こちらですね、はい、先ほども登場しました、こちらハーエフで使用していきます。すごい色のりいいですねっていう声多いですね。そうなんですよ、今回のあのアイシャドウ発色も良くてその色も持つので、とってもおすすめのアイシャドウです。で、同じようにキワに見えますかね、のせて、先ほど入れたベージュのちょっと内側ぐらいに色をのせていきます。見えますでしょうか、下まぶたに入れていきますね。ちょっとマスク下にずらしますね。色も名前も可愛いというコメントが。そうなんですよ、今回擬音語がアイシャドウの名前の頭についてるので、うん、なんか使って呼ぶだけでもワクワクするアイカラーに、ね、はいはい、なっておりますよね。すみません、色もうちょっと出しますね。あ、ピーチ可愛いってきてます。 ありがとうございます。皆さん色味伝わってそうで安心しましたね。はい、はい、じゃあこちらで2色使ってメイクいたしました。で、ちょっとマスクしてるとどうしてもここ影になりやすくって暗く見えやすいんですけれども、このピーチカラー入れるだけで明るくなりますので、ぜひ取り入れてみてください。で、こちらのマップアイシャドウ失礼しました、質感がマットタイプになりますので、今回も分かりやすいようにちょっとスワッチでお見せしていきますね。じゃあこちらですね、使用したのがベージュの、はい、失礼しました、こちらのカラーが4番のすべすべベージュと、下に失礼します、3番のふわふわピーチで、どちらも質感がマットのタイプになるんですけれど、ふんわりと肌に溶け込んでいくようなアイカラーになっております。では逆側も仕上げていきます。イエベでもピンクいけるんですねっていうお声が。そうなんですよ、はい、このピーチカラーは肌に馴染むので、ぜひぜひおすすめでございます。すごい欲しいというお声がすごく多くて、いつもブラウン系のアイシャドウばっかりだったので、はい、ピーチは使いやすそうですねっていうお声が来てますね。ピーチカラー、そうですね、カラーの中でもふんわりと馴染みやすいので、初めてカラーを使いになる方にもおすすめのカラーでございます。はい、下まぶたにも入れていきますね。ともちゃん、後ほどコメントの方でもう一度色見せてほしいというお声があったので、はいはい、このスウォッチのところ、はい、後ほどお見せしますね、はい、マットピンクかわいい。私もイエベはピンク難しいと思ってました。皆さん結構そうですよね、ちょっとピンクなかなか取り入れにくかったかもしれないんですが、うん、はい、このピーチカラー非常におすすめですので、ちょっとマスク下げますね。イエベに合うラメのアイカラーありますかという質問も来てるみたいなんですけれども、イエベでお似合いになる色だと、はい、02番のお色味で、今ちょっとたまちゃんアップなので後ほどご紹介をいたします、はい、お見せしますね、はい、すみません、お待たせいたしました。で、再度少しまずスウォッチですね、アップでお見せしますね。こちらが見えますでしょうか、4番のすべすべベージュと3番のふわふわピーチでございます。で、両目仕上げたのですみません、ちょっと私目元アップで失礼します。すごい可愛くなりすぎないピンクでいいですねって来てますね。はい、ありがとうございます。で、こちらで、2色組み合わせてイエローベースのメイク、毎日使えるデイリーのものになるんですけれども、さらにというところでこちらですね、16番のザワザワグリーンなんですが、こちらですね、ブルベのカラーなんですけれども、目尻にポイントでのせていきます。で、ブラシなんですが、はい、こちらですね、見えますでしょうか、刀筆というブラシを使用していくんですが、こちらも非常に人気のアイテムで、ちょっと一部の店舗で品切れとなっているんですが、おすすめのアイテムになりますので、本日ご紹介させてください。ではこちらを引いていきますね。す
ごいザワザワグリーンビクリマークって来てます。そうなんですよ、もうザワザワするぐらい可愛いのでぜひ見ていただきたいです。で、乗せていくのが大体この黒目の終わりぐらいから乗せていきますね。グリーンはやっぱりちょっと濃い色なので、皆さん使うのがどうやって使うんだろうっていうお声もあるんですけど、さまちゃんのなんか使うポイントとかってありますか？なんか結構こういった濃い色味ですと見えますでしょうか、こうポイントにして使っていただくのがおすすめですので、結構ワンポイントなんですが、あの遠くから見ても映える色味になりますので、ぜひぜひ使いづらい方は目尻ですとかポイントで使ってみてください。じゃあ逆も仕上げていきます、はい、あ、かわいい、もうかわいいというかわいいのなんか嵐でありがとうございます。嬉しいですね。見えますかね。そうですね、あのコメントでも一気に個性的素敵ですっていうコメントがあるんですけれども、はい、ちょっといつものメイクにこういったポイントカラー入れるだけで、はい、ちょっとおしゃれ度も増しますし、メイク楽しんでいただけますよね。そうですね、ちょっとあの今日おしゃれしたいなっていう時はプラスで簡単に取り入れていただけるアイメイクとなっております。はい、はい、それではこちらでイエベメイク完成いたしましたので、また一旦カメラを戻していきますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほど質問にございました、イエベに似合うラメはありますかということだったんですけれども、今これ見えますかね、はい、見えますでしょうか。お待たせいたしました、うん、見えてますか、はい、見えますかね、ここの、一番上の段の、左から2番目のこちら2番にホロホロシルクというカラーがあるんですけれど、ちょっとアップにしますね、見えますでしょうか。こちらのカラーがあのラメ感もあってイエベの方馴染みがいいのでちょっと出してみますね。ちょっとすみません、さっきの下で申し訳ないんですけど、伝わりますでしょうか。あのちょうど私あのイエローベースなので、うん、あの馴染みながらこういったキラキラ感を出せるようなアイカラーになっております、うん、はい、あ、すごいシルク素敵な名前。そうなんですよ全部が可愛い擬音語がついたネーミングになっております、うん、すごい使いやすい色です。はい、メイクにも合わせやすいラメ感になっておりますので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、そうしましたら、はい、今日は私たち、はい、あらかじめアイメイク、今日させていただいたアイメイクに合わせて資生堂の中でも落ちにくくて人気のモダンマットパウダーリップスティック、はい、私は517番の色で、たまちゃんが同じリップスティックの528番をつけています、はいはい、こちらもお見せしますね。はい、はい、見えますでしょうか。私がこちらの528番を使用しております。はい、取りにくいですか。はい、今これ私プラスの方で、はい、はい、インスタグラムの方、インスタグラム、ちょっとツイッターの方も、はい、見えますでしょうか。はい、こちらあのご存知の方も多いかと思うんですけれども、今のマスク生活なので結構マスクにリップってつきやすいですよね。つきやすいです。そうですよね。なのであのご存知の方も言ってますが、リップをつけた後に軽くティッシュオフをしていただきまして、ふんわりとあのおしろいを乗せていただくだけで、あのマスクにリップがつきにくくなりますので、ぜひあのされたことない方おすすめの方法になりますので、はい、ぜひやってみてください。はい、今回イエベブルベでご案内させていただいたんですが、はい、資生堂メイキャップはイエベの方でもブルベの方でも馴染むようなお色味で作られておりますので、はい、なので自分のパーソナルカラーと違うカラーが気になった方もご安心してぜひお試しいただきたいアイテムに、はい、たくさんのカラーぜひぜひチャレンジしてみてください、はい、で今回、はい、あのインスタグラムの方で、はい、あの事前のアンケートストーリーズの方 で、ね、はい、させていただいてたんですけれども、はい、皆様ご回答ありがとうございました、はい、ありがとうございます。こちらですね、で気分が上がるアイテムはどっちというアンケート内容で取らせていただいたんですが、結果が僅差なんですけれども、はい、キラキラアイテムの方が人気の結果になっておりました。で
今回私がつけさせていただいた、スパークルという質感のアイテムもキラキラなんですけれども、色味を抑えてキラキラ感を楽しみたい方もいらっしゃると思うので、そういった方には資生堂のオーラデュープリズムというアイテムもおすすめとなっております。でせっかくですので皆様に先ほどの私がつけたシルバーとオーラデュープリズムのちょっとこう色の出方、はい、ラメ感の違いっていうのをスウォッチしていきます。オーラデュープリズムもすごい店頭で人気ですよね、はい、人気ですよね。カラーも4色展開になっておりまして、はい、今回が1番のカラーを今からお見せしていきますね。はい、でオーラデュープリズムなんですが、目元だけではなく頬や口元にも使用していただけるマルチなアイカラーにもなっております、はい、こちらですね、はい、見えますかね。これプニプニとした質感がまた特徴ですよね、はいはい、質感ですよね。でこちらですね、上につけさせていただいているのが先ほど私がつけたシルバーのお色味になっておりまして、はい、下のお色味がオーラデュープリズムの01番の色でつけさせていただいております。これキラキラが可愛いですか。可愛いですよね、はい、キラキラが好きですっていうコメントをたくさんありがとうございます。はい、やっぱり夏日差しが当たった時にキラキラ生えて、はい、おしゃれな気分にもなれますよね。はい、あ、はいはい、で今質問の方で私がつけさせていただいている口紅の色をもう一度ということでしたので、私がつけさせていただいているのがこちらの517番のお色味になっております。もう一度お見せいたしますね、はい、こちらのお色味です。見えますでしょうか。見えますかね。ツイッターの方も見えてますかね。今商品詳細の方も私たちの、はい、こちらの方に、はい、出ておりますので、はい、気になる方はぜひチェックしてみてください、はい。あ、綺麗な色ですねっていう方で、はい、ありがとうございます。透明感の出るピンクですよね。はい、ぜひブルベの方にとってもおすすめになっております。はい、はい、それではここで皆様から事前にいただいた質問にお答えしていきますね。はい、はい、でまず一つ目が、一重でも映えるからメイクを知りたいですというコメントをいただいておりました。でこちらなんですけれど、先ほど伊達ちゃんのメイクでご紹介した、はい、こう下まぶたにですねカラーを取り入れていただくのってとっても今年おすすめのメイク方法になっておりまして、ブルーベースの方こちらの、ピンクのカラーもおすすめなんですが、ちょっとアップにいたしますね。一番下のじゃあ右のカラーこちらですね、18番のドキドキレッドのカラーもブルーベースの方なじみやすいカラーになりますので、ぜひ取り入れてみてください。でさらにイエローベースの方、イエベの方は13番なので、ちょっとこちらですかね、ありがとうございます。13番のカンカンゴールドですね、今年のトレンドイエローゴールドのアイカラーになっておりまして、こちらも下まぶたに入れるととっても可愛いので、はい、ぜひ取り入れてみてください。はい、ではもう一つの質問を伊達ちゃんお願いいたします。普段ブラウンのアイシャドウが多いのですが、ブラウンにプラスするならどの色がおすすめですかという質問なんですけれども、もう一度すいません見やすいようにしていきますね。はい、私持ちますね。はい、ありがとうございます。はい、で18番のこちらのドキドキレッドがおすすめとなっております。ふんわり上まぶたの中央にのせたりですとか、目尻に先ほどのたまちゃんのようにポイントに入れたりすると挑戦しやすいと思いますので、ぜひこちらもぜひチェックしてみてください。はいはい、たまちゃんありがとうございます。はい、さらに、もう一つですね、黒とブラウン以外のアイラインでこう気分が変わるけどちょっと使いやすいものを知りたいということで、アイラインなんですが、マイクロライナーインクという先ほど伊達ちゃんがグレーで使用したアイラインなんですが、他にも10色色味がありまして、そのうちのちょっとおすすめの2色をすみません前に手をやってしまってご紹介いたしますね。で9番のこちら見えますでしょうか。見えますか。こちらのバイオレットのカラーなんですが、馴染みがよく、ちょっとスモーキーなバイオレットになるので、馴染みがよくってこうカラーラインを楽しんでいただけるアイカラーになります。で、さらにもう一つ、こちらも新色なんですけれども、
10番のバーガンディのお色味になるんですが、こちらこうメイクの雰囲気を変えたいなっていう時にも使っていただけるあのおすすめの色味になるので、ちょっと実際に手の方に出してみますね。私もこのバーガンディすごい大好きです。可愛いですね。明るい発色をするの で、ね、はい、あの線をこう引いていただくだけでも雰囲気が変わるんですが、先に、バイオレットの方から引いていきますね。あ、これ欲しいっていう声が。ありがとうございます。見えますでしょうか。あとこう肌に溶け込むようなバイオレットカラーになるので、あのカラーを初めて取り入れられる方にもおすすめのアイラインになっております。では続いてバーガンディをのせていきますね、はい、じゃ下に失礼します。はい、可愛いですよね。こちらは見えますか、赤みのあるカラーになっているので、やはりちょっと目尻とかに引いていただいたりしてアイカラーを楽しんでいただくのがポイントになります。はい、こちらの2色おすすめでございます。はい、皆さんたくさんの質問ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではのここで再度このライブ見ている方限定の私プラスのクーポンコードをお伝えいたしますね。はい、はい、ではこちら見えますでしょうか。はい、ぜひスクリーンショットやメモに残してお控えくださいませ。本日ご紹介した商品は左上のちょうどここですね、この位置なんですけれど、あの商品画像をタップいただきますとご購入いただけるんですが、ぜひこのクーポンをご使用されてください。インスタグラムでご覧の方はプロフィール欄にある URL から私プラスのサイトでご覧ください。はい、はい、ではこちらでクリップ下ろさせていただきます。はい、また今回のこちらのライブを見て、はい、もっと商品について詳しく知りたい方ですとか、はい、あとはやはりこれだけお色味が、ね、はい、いっぱいありますので、ございますので、はい、ちょっとこう色に悩んでいらっしゃる方には無料のウェブカウンセリングがおすすめとなっておりますので、一人一人に合わせたおすすめアイテムを私たちでご紹介させていただいております。でここで皆様のご予約方法分かりやすいようにフリップの方でご案内させていただきます。あの私プラスのサイトから、アクセスしていただきまして、こちらのライブショッピングウェブカウンセリングというところをタップしていただきますと、ちょっと下の方にスクロールしていただくと、こちらのウェブカウンセリングを予約する、見えますかね、というところが出てきますので、こちらタップしていただきますとカレンダーが出てまいりますので、ご自身のご都合のいい時間帯でご予約できますので、ぜひご予約お待ちしております。見えましたかね、はい、皆様。はい、ぜひあのこちら明日の12時までがあのご予約受付期間となりますので、はい、ぜひぜひご予約をお待ちしております。はい、私たちも実際に、はいはい、お待ちしておりますので、カウンセリングさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではたまちゃん、はい、あっという間の、そうですね、すごい楽しくて、はい、本当あっという間でした。皆さんコメントもたくさんいただきありがとうございました。はい、盛り上げていただきましたよね、はい、ありがとうございます。はい、で、はい、今回あのテーマの方をもう一度最後にお伝えさせていただきますね、はい、こちらですね、はい、憂鬱な梅雨こそ自分だけのカラーで気分を上げるおすすめアイテムのご紹介という内容で配信させていただきましたが、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。私たちもすごい楽しかったので、皆様のコメントのおかげですね、はい、ありがとうございました。はい、ぜひあのマスク生活なので目元にあのカラーを取り入れて、はい、気分を、はい、朝から上げてお過ごしください。はい、で本日のこちらの動画が、私プラスでご覧いただいている方はアーカイブの方 でインスタグラムからご覧いただいている方は IGTV に残させていただいておりますので、ちょっと最初の方を見逃しちゃったっていう方はぜひそちらからご覧ください。はい、それではあの次回のライブのご案内をいたしますね。はい、フリップお願いいたします。はい、見えておりますでしょうか。こちらですね、6月21日20時から、
エリクシールから新登場薬用美白美容液をリポートというテーマでライブ配信をいたしますので、ぜひこちらもご覧ください。はい、またね、はい、今日とは違ったスキンケアの内容ですね。で夏にぴったりのテーマになりますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちくださいませ。はい、はい、では最後になりましたが、ぜひウェブカウンセリングのご予約もお待ちしております、はい、ます、はい、それではまた次回ライブでお会いいたしましょう、はい、ありがとうございました。